見果てぬ大地に明日を託す。それが凍てつく大地を渡り、逆まく波涛を乗り越える力となった。そして今、ゼントラーディ人との戦いが終わった平和の中で、その力はついに銀河に向かって解き放たれた。星々の海を渡り、無音の闇を越えて、人類とゼントラーディ人は共に新たなる大地を求め広がっていった。しかし、それはまた新たなる戦いの始まりでもあった。平和を存続させようとする統合政府の支配力は、その首輝から逃れようとする無数の反乱勢力を生み出し、辺境の惑星では絶えず両者の抗争が繰り広げられるようになってしまった。そして2014年、次々と発生する反乱勢力に対し、統合軍はいかなる困難をも切り抜け、反乱を鎮圧する特殊部隊として、マクシミリアン・ジーナスとミリア・ファリーナ・ジーナスの2名を各地に派遣する決定を下した。かくしてたった2人の特務部隊、ダンシング・スカルが誕生したのである。Showtime!